皆さん、こんにちは。賃貸もさきオリジナルキャラクターの赤須くんです。本日は奈良市古市町にございます戸建て物件のご紹介となっております。まずはこちら2階の洋室のお部屋からご紹介させていただきます。こちらの洋室の方なんですけれども、ちょうど2階の真ん中のお部屋となっておりまして、廊下側のこちらからとですね、隣の洋室から出入りしていただけるような形になっております。そして収納の方はこちらですね。半減分の押し入れ収納がございますので、大きな衣装ケースなどもしっかりと入れていただけるようになっております。そしてお隣の方もですね、洋室のお部屋となっております。こちら角のお部屋となりますので、まあ、このようなね、出窓がございまして、とっても明るい室内となっております。さらにこちらの方からですね、バルコニーにつながっておりまして、まあ、このような形で大変ね、広々としたバルコニーとなっております。こちらのね、扉からですね、このように、出入りしていただくこともできるようになっております。また、階段部分のこちらにもですね、このような収納がございまして、ストック用品などもたくさん入るようになってますね。そして、もう一つお部屋がございます。こちらは和室のお部屋となっております。こちら1軒分のですね、押し入れ収納ございまして、天袋までついておりますので、お布団などもしっかりと収納がしていただけるようになっております。さらにですね、こちら南側にもバルコニーがございますので、お洗濯物をね、こちらで干していただくのがいいかなと思います。周りもね、静かな住宅地になっておりまして、大変ね、静かな環境となっております。ではですね、階段の方へ参りまして、1階置いていきたいと思います。階段の方にもですね、窓がございますので、まあ、明るくね、上り下りしていただけるような形になっております。置いていただいたところがまず玄関となっております。まあ、さすがね、戸建て物件ということで大変ね、広々とスペース取られております。備え付けのシューズボックスもありますので、ご家族分の靴もすっきりと、収納していただける玄関となっております。そして1階部分はですね、リビングと水回りございます。こちらが大変ね、縦長のリビングとなっております。ゆったりと、しておりましてですね、大きな家具なんかもたっぷり配置がしていただけるような形になっております。こちらもね、出窓になってますね。そして、キッチンの方なんですけれども、こちらがまずカウンターがございまして、奥に進みますとこちらがオープンタイプのキッチンですね。こちらも赤須くんおすすめポイント、3口のガスコンロ付きの、システムキッチンということで、お料理も大変しやすくなっております。収納の方もですね、こちらたっぷりとございますし、こちらもですね、出窓になっておりまして、とても明るくですね、お料理楽しんでいただけるようになっております。換気もね、しっかりとしていただけますね。さらにこの上にもですね、収納ついておりますので、調理器具もたっぷり入れていただけます。キッチンのね、後ろ側にもしっかりと広さがございますので、冷蔵庫なども置いていただけるようになっております。そしてですね、こちらが水回りのスペースとなっております。脱水スペースもですね、かなり広々としておりますので、ドラム式の洗濯機なんかも置いていただけますね。こちらは独立の洗面台になっておりまして、こちらがお手洗いとなっております。浴室の方はこちらですね。はい、こちらを南向きになっておりまして、とっても明るい水回りとなっております。なんとですね、追い炊き機能もバッチリついておりますので、しっかりとね、肩まで使っていただいて、一日の疲れを癒していただくことができるようになっております。最後にですね、マカス君よりお知らせがございます。奈良のおもてなし奈良おころ賃貸お先では、GOGO キャンペーン、ネット役サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。